今日のお昼ご飯はほっともっとのとんかつ弁当です。多分これ全部食べたら昼から動けない。ごちそうさまでした。とさあ、ジャッジのお昼休みトリック。おー、来た。あー、りょうくん元気だよ。超元気っすよ、あの人。一番スケボ好きでしょ。マジでアホっすね。お願いします。あー、持ってなかった。持ってなかった。なんだろう。ウェイ。ウェイ。エアーシフト。わー、かっこいい。すげえ、それマジすげえ。それ熱い。はい。おー、マジで。マジでいきなり乗った。やばいやばい。やばい。決勝を行えてくれば最終。Yeah!
九州の未来あるスケーターたち、ありがとう。感動をありがとう。いやー、ここ欠けちゃうんすね。つわものしか攻めない。だって腹黒あるよね、へそ上よね。あと勝也くんだけでしょ。うん、いてんのは勝也くんだけ。なんとかフィフティすごいな。いや、すごいよね。お願いします。驚異の身体能力で。うわうわちょっとまくられたっすね。翔太郎さん、ありがとうございました。やり遂げました。今日優勝翔太郎さんっすね、多分。俺も表彰してます。いや、もう本当そうっすね。この大会を視聴者に届けた、もう大役をね、成し遂げましたんで。では結構疲れましたよ、腕も腰も。あ、すいません、本当。しっかり使わせていただきま す。ありがとうございます。優勝おめでとう。ありがとうございます。全国のガールズスケーター、キッズスケーターにメッセージあります？もっと頑張る。あ、自分がね、オリンピックとかでもね、見れる時が来るかもしれないんで、皆さん、いぶきちゃんフォローしてください。じゃあね、また会いましょう。バイバーイ。